皆さんこんにちは、サムライ茶人の岩本です。皆さん、抹茶飲んでますか？抹茶は本当にね、美味しいと本当思うんですが、なかなかね、一缶買ってしまうと使い切るっていうことが、まあ僕の中ではなかったんですよね。で、今日はその常温でもともと保管していた抹茶と同じ銘柄の抹茶をね、冷凍庫に入れてある抹茶、その冷凍庫に入れてあってすぐに袋を開けて入れてまた冷凍庫に戻す、その抹茶で、まあ、冷凍庫から出したての抹茶っていうことですね。味が違うのかっていうのをちょっと調べてみようと思います。で、味って本当に変わらなかったら、そうしたらもう冷凍庫でずっと入れておいて、あとはしっかり縛っておいて中に水分が入らないようにしておいたら結構長持ちするし手軽だと思うんですよね。さあ、うまくいくでしょうか。早速実験してみましょう。まずは常温で保管した抹茶ですねを入れていきます。よいしょ、こちらですね、スプーンですくってちょっと水平になるように、どうかな、水平にならしました。で、また蓋をしておきます。まあこうやってね、中蓋しておけばそんなに傷むっていうことはないんですよ。使い出して、まあね、これ開けて1ヶ月くらい経ちますかね、うん、でも色合い的にはすごく綺麗ですし、全くこの状態では問題ないように見えますね。ではまずそのまま立ててみます。水を入れて練ってダマをなくしてからお湯を入れるというパターンでね、そんなやり方で立てていきましょう。色合いも綺麗ですね。で、何より常温で保管していると、まあ水、まあ湿気らないんでサラッとしてる感じですね。ではお湯を入れて、そして立てます。綺麗に泡立ちますね。色合いもすごく綺麗ですし、流派によっていろんな立て方があると思うんですが、まあきめ細かくですね、打ち当たりが滑らかになるような立て方で立てていきます。さあ、できました、うん、いいですね。ちょっと一回早速飲みます。うん、美味しいです、うん、すごく飲みやすくまろやかな感じですね。で、この抹茶は開けてから半年経ってるとかいうわけじゃないので味わいもいいですね。色合いもいいです。では続いて
冷凍庫に入れてある抹茶を使います。あらかじめ温めておいた茶碗に、今回初めて開けるのでね、抹茶が上の方に溜まってるように見えますが、ちょっと余った抹茶は下に落とすとして、そして入れていきます。でこの抹茶はもうね、素早く空気を抜いて、こういうしっかりとピンチで止めて、でまた冷凍庫に入れます。そうしておくことで抹茶自体はもうねフレッシュな状態でずっとキープできると思うんですね。で同じように立てていきます。で今回この抹茶に関して言うと初めて開けたんですよ。なのでもともと粉末きれいな状態というか、あの湿気てない状態で密封されていたものですから、まあしけるというか固まってるわけはないんですよ。だから多分全く問題なく美味しく立てれるのかなと思いますね。で常温に戻す前にもう今これ立ててますが、なんか違和感は全くないですね。入れましょう。立て心地も特に違いがあるようには思いません。こちらもしっかりと全体的に攪拌をさせた上で表面をきれいにならします。いただきます。冷凍庫保管、すぐに出して立てたものです。うん、正直違いは見られませんね。見た目の違いも特になく、うん、問題ないですね。ということは冷凍庫に入れてるっていうのは全く問題ない素晴らしい保管方法ではあると思うんですよ。でお茶の保管で気をつけなきゃいけないっていうことはあのいくつかありまして、まあ湿気を避けるということで、直射日光を避ける、あの温度に注意っていうことですね。あとは匂いに注意っていうことなんですが、冷凍庫に関して言うとね、冷蔵庫だったりいろんなものがありますよ。でも冷凍庫だったらそんなに匂いっていうのは、吸着他のものから香りが飛ぶかっていうことはないと思うんですよね。でずっと置くと置いておくことによって冷凍焼けっていうのはあるかもしれませんが、そこまでは多分もう10年20年と置かないと思うんですよ。なので置いてもまあ数ヶ月もしくは1年くらいだと思うんで、その中で飲んでいけばまあ特に問題はないのかなとは思います。ただその缶がねしっかり密封されていない、もしくは袋とかでもなんか開いていて、その水分が中に入り込んでそれが固まって氷状のものになるっていう可能性はまあ排除はできません。ですのでできるだけ袋の状態で空気を抜いた状態にしてしっかりと、止めておく
っていうことは結構まあ必要なのかなと思うんですよね。で完璧にそこで綺麗に測って入れるというよりかは大体でもうまあこんなもんかなっていう感じで入れて、あとはお湯の量で調節して仕上げていくっていう飲み方がまあいいんじゃないのかなと思います。まあこれからはですね、しばらくこうやって冷凍庫に保管しておいた上で、あとは、今回は開けたばっかりですから、しばらくこう中も中も開けたり閉めたりしてるうちに、もしかしたらその水分が固まってちょっと抹茶が固まった状態になるのかもしれません。そういう時にでもうまく立てれるのかっていうのを、まあ、できた時点でまた動画を撮っていこうと思います。まあ、でもね、しっかりこう今みたいに止めてまたすぐ出してっていう時間が短ければ短いほど、もしくは冷凍庫の中でそういう作業ができれば、そんなにね水っぽくはなることはないかなっていうふうには個人的には思います。まあ本当のことを言うとね、抹茶なんて買ったらもう早く飲む、もう飲み干すに越したことはないんですよ。1ヶ月以内に飲み切った方がいいっていうのはもう確実に言えることなんですが、まあ言うてもね、お茶好きな皆さん、まあ、抹茶だけじゃないでしょう。もういろんなお茶持ってると思うんですよ。なので毎日ずっと抹茶そればっかり飲むっていうわけにもいかない生活があると思います。なのでまあそういう意味ではね、そうやって冷凍庫に入れておくっていうのは一つの、まあ、解決方法じゃないのかなとは個人的には思いました。さあ皆さんの参考になれば幸せでございます。以上、研究でした。もしチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひともですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。